存分に悔いて死ぬといいよ。オールマイト、資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。先生としても君の負けだ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。ついに僕のヒーローアカデミアが爽快バトルアクションとして登場。個性と個性がぶつかり合う迫力のバトルが今始まる。ヒロアカならではの多彩な個性アクション、打撃に遠距離、特殊効果などキャラクターの特性を見極め戦いに挑め。そして縦横無尽にバトルできるステージや2人のサポートで一気に畳みかけるサイドキックシステムが戦いをさらに熱くする。ストーリーモードではヒーローサイドとヴィランサイド2つの視点から物語が体験できる。だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。俺が最もバトルの中で生まれる思いがそれぞれの信念を揺るぎないものへと変えていく。ぶっ潰したいなとは思ってるよ。その目はどうやら後者か。僕の名を生涯忘れるな、インゲニウム。お前を倒せるヒーローの名だ。ミッションモードで戦闘スキルのさらなる向上が可能。クリアすることでアクセサリーやヒーローコインを獲得できる。さらにそのヒーローコインでキャラクターのコスチュームやカスタマイズアクセサリーが手に入る。オリジナルのスタイルにカスタマイズしたキャラクターで白熱のオンライン対戦を楽しもう。君とは分かり合えると思ってた。無駄だよ、俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。そこはもう曲がらねえ。一瞬でいい、ガッチャンを助けられる隙があれば来い。そういうこって、クソカスレンゴ、俺はまだ戦闘許可解けてねえぞ。最高じゃねえか、自分に正直に生きようぜ。やめてほしけりゃ立て、なりてえもんちゃんと見ろ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。そら君の中にもうワン・フォー・オールはない。私の心は依然平和の象徴、ひとかけらとて奪えるものじゃない。さらばだ、ワン・フォー・オール。